はい、ハローユーチューブ、俺です。今回は見切り発車についてお話しさせてもらおうかなと思ってます。見切り発車とは、字のごとしですが、まさに今の僕の状態であると言えます。なぜかというと、僕は、2日前、3日前に YouTube を動画配信をさせてもらったからです。めっちゃ見切り発車でやってます。これもね、歪んでますってことでね、すいません、 DIY でね、今のところねやらさせてもらってるんで、工夫しながら楽しくやってるっていうのが現状ですね。はい、ちょっと頑張って話していこうと思います。見切り発車、僕の今の状態、見切り発車について、3点お話しさせてもらおうかなって思います。1、時短。2、やらない後悔よりやった後悔。3、人生そのものが見切り発車というふうに書きました。じゃあこれを1個ずつ説明させていただこうかなって思います。はい、ありがとうございます。時短というのは、見切り発車なんでね、すぐ 着手することによって時短になってるっていうのは明確ですが、このそうだな、そう、時短、乗りかけた船には乗ろうとかね、チャンスの女神様は後ろ髪がないから前髪、掴んでゲットしよう、チャンスの女神様が来たらもうそこがもうチャンスであると、チャンスと思った時はもうすでにチャンスであるんだということでね、もう即断即決、すぐ着手しようということですね。時短。それ例え話、中卒で働き出す方、大学を卒業して働き出す方の差は、約7年間あると。で、大学院卒で働き出した方を、比べると約10年間ぐらいのね、タイムロスと言うべきなのか、どう言うべきなのか、時間の差が生まれます。これだけでもだいぶね、すごく時間の、このラグ、タイムラグというかね、間空くんですけど、でも中学校からね、中卒で働き出した方が、出世もね、やっぱりこの10年間のさ、出世すると思うんですよね、ちゃんとやってたらね。でも10年越しでね、大学院卒業した方は、その学歴があるんでね、スタートがいいかもしれないけど、じゃあ果たしてどっちを選びますかってところですね。どっちがいいか悪いかはないと思います。ただ時短にはなる、人生時間大事ですからね、時短にはなる、なる、はい、時短、うまく説明できたかなって感じなんですけど、よくわかんないんですけど、はい、時短で、やらない後悔よりやった後悔っていうのは、とにかく即断即決でいいと思ったことはやる、いいと思ったことは全てやりたい、やらない後悔よりやった後悔、案外やったらいける、案外、好きな子に告白したら、あ、私も好きでしたみたいなことがあるみたいなね。そうです。案外やったら分かる。で、やらないと分からない。行かないと分からない。で、やったことによって諦めることができる。明らかにすることができる。あ、俺これ向いてねえなとかね。もしかしたら YouTube 向いてないかもしれないですね。楽しいから、今のところ楽しくやらさせてもらってますけど、やらない後悔よりやった後悔。諦めることもすぐできる。道をちゃんとこう早めに選んでいける。やらない後悔よりやった後悔。行けば分かるさ、これアントニオ猪木さんの言葉なんですけど、本当にもうやれば分かるっていうのは本当にいいパワーワードだなって思ってます。やらない後悔よりやった後悔で、やってみて諦めるかもしれないし、改善改良、やったら分かって改善改良ですね。で、結局もそうですね、結果論なんで、やっぱりやらない後悔よりやった後悔、やった方がいいです。はい、で、3、人生そのものが見切り発車っていうのは、結構自分なりに考えてこれやってみたんですけど、人間、結局果たしていつ自分がバーンと生まれようと思って生まれてきたわけでもないですから、いつ生まれてくるかも分かんない、どう生まれてくるか分かんない、金持ち貧乏人、男女、身分、いろんな身分、なんかカーストとかでしたね、なんか大変っぽいですね、カーストとかね、このピラミッドね、大変ですし、王様かもしれないし、奴隷みたいなね、とこかもしれないし、国もわかんないしね、日本はすごくね、ありがたいことに素敵な豊かな国で、ハッピーですね、幸せな国に生まれてよかったのかな、よかったですね、そう、それもわかんないと、いつ生まれてくるかわからない、って考えると、結局人生そのものが見切り発車、その生まれた瞬間からみんな平等に人生用意どんしてスタートしてるっていう風に捉えれるんじゃないかなって思ってます。で、それどんどん掘り下げていくと、
人生いついかなる時も見切り発車状態であるのじゃないかというふうに思いました。はい、僕が今これ見切り発車でやってるように、僕がその YouTube やりだしたのはもうちょっといても立ってもいられなくなったんで、もう行けって思ってやったんですけど、インスタグラムで6ヶ月間ぐらいずっと潜伏期間がありました。怖かったんで、怖い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 ってなって、もう満を持してドーンと今お話しさせてもらってるんですけど、もっと怖くてもっと怖くて、2021年から始めたかもしれないですが、それですら別に見切り発車じゃないかと。だってその未来も今の未来ももっと、半年前にやってた未来ですら見切り発車じゃないですか。なぜかというと、もう先駆者がいますし、先駆者も見切り発車でとりあえず、即断即決してやらない後悔よりやった後悔と思って早めにヒカキンさんとかやったと思うんですよね、うん、だからヒカキンさんですら見切り発車でもただ即断即決して着手が早かったということと言えると思うんですよね、はい、だから人生そのものが見切り発車であるというふうに把握することによって、やっぱりやらない後悔よりやった方がいいであろうと思えるし、時短、やっぱ人生死が待ってるのは皆さん平等に同じなんで、これちょっと光何回とか多分分かんないですね、すいません。これ見切り発車で DIY でやってるんでね、申し訳ないんですけど、死が待ってるのは明確なんでね、時間は大事ということなんで、やっぱりはい、大事で見切り発車、これ見切り発車、これ見切り発車、人生が見切り発車イコール見切り発車がいいんじゃないかなっていうね、これざっくりしたまとめになるんですけど、どうですかね。僕の見解はこんな感じでした。いついかなる時でも見切り発車だと、まあ、パーフェクトがないっていうような概念と同じように、常にいかなる時でも見切り発車でやってるんじゃないか。はい、どうでしょうか。見切り発車で、今日は動画撮っていってますね。皆さんも人生そのものが見切り発車であるからね、やらない後悔よりやった方がいい後悔、そして時間短縮、命の時間はみんな平等に限られてるから大事にしようよイコール見切り発車、どうでしょうか。どんどん恐れずに、即断即決、いいと思ったことは全てやって、いけば分かるさ、改善改良改善改良で、イエスもノーも0か100もいいも悪いも結果論なんで、もう一回やってみよう。はい、ありがとうございました。